どうか Please can you keep my secret? キラキラと輝く未来、私はどんな番組はジェネオンユニバーサルエンターテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。お前ら何度言えばわかるんだ。白川、髪は黒、ピアスは禁止、晒すな。シャツは第二ボタンまで、ベルトは腰で締めろ。黒崎、靴のかかとは踏むな。これが見本だ。マジでだらしないやつばっかりだろ、ここは。おい雪村、例の案はまとまったか。会長、本当にこんなの必要なんですか？生徒の心得しおりなんて。バカ者、当然だ。そうでもしなきゃまた男どもがだらけるだろうが。はい。我が聖華高校は共学になってまだ数年、男子校だった名残で8割が男だ。そんな中、私が初の女生徒会長である。私が会長になった以上、もう男の好き勝手はさせない。思えさ、入学当初から西津の走る毎日。しない。堂々とのさばる男どもを前に、力のない女子はただ耐えるのみ。そして状況を打開すべく、私は頑張った。ひたすら頑張った。愛想も忘れず。そうして教師たちの信頼を得、生徒会長という立場を手にしたのだ。なあ、頼むって言ってんだろ。ん？掃除ぐらい変わってくれよ。でも私、用事が。とりあえず今日だけ。掃除くらい自分でやれ。は？当番の仕事を怠った者はトイレ掃除1週間だぞ。会長。あとは任せろ。はい。鮎沢美咲、またお前か。それはこっちのセリフだ、サンバカ。誰がサンバカだ。お前らのようなバカはもはや名前で呼ぶ価値もない。それに身なりを直せと言ってるだろうが。ピアスを外せ。後で外しますよ。ふざけるな、今外せ。ああ、うっせえな。外すっつってんだろ。今すぐつってんだろ。うっせえ。そんなもんじゃな。ピアス没収。意味が燃えるよ、それ。待て、こら、掃除当番。また何か。おい、何があった。別に、告白断ってるだけだよ。またお前か、薄い匠。やたら女を泣かせている男。わー、もうちょっと言い方を考えろと言ってんだろ。今度泣かせたら承知しねえぞ。あのセリフ何回目だっけ。生徒会長はなんでアーマーで男嫌いなんすかね。薄井さん、どうにかギャフンと言わせてくださいよ。勝手にしろよ、興味ないもん。ギャフン。女を泣かせる男なんて大嫌いだ。
報同時に来たか。また修理に金がかかるな。ただいま。あ、お姉ちゃんのご帰還だ。スズナ、なんだこの落とし穴は。さっき踏み抜いちゃった。床腐ってたみたいだね。だからって新聞紙で隠せばいいってもんじゃないだろ。ちゃっかり落ちてる。ちゃっかりじゃないだろ。スズナ、怪我はなかったのか。スズナ、大丈夫なようだな。お母さん。あ、美咲。ただいま。お帰り。昨日病院の夜勤だったんでしょ。そんなに体強くないんだから無理しちゃダメだよ。大丈夫。美咲にばっかり負担かけられないもの。母さんだってしっかりしなくちゃ。信頼していた父が借金残して蒸発なんかしなければね。余計なこと言わなくていい。あ、バイト先の店長さんから電話があったよ。一人来られなくなったから代わってほしいって。え、そうなの。じゃあすぐ行かなきゃ。先にそれ言ってよ。うわ、危ねえ。また落ちるとこだった。お姉ちゃん、出かけるついでにこのハガキ出しといて。また検証か。よろしく。お母さんも少しは休んでね。行ってきます。うわ、これもだった。貧乏でもお姉ちゃんには携帯電話が必要だよね。お帰りなさいませ、ご主人様。こちらへどうぞ。ミサちゃん。はい。ごめんね、急に入ってもらっちゃって。いえ、今月はいろいろ物入りになりそうなんで、むしろ助かります。あ、ミサちゃん。はい。萌え萌えオムライス一つお願いします。萌え萌えオムライスですね。かしこまりました、ご主人様。あ、やっぱいつまで経っても馴染めんな。生徒会の仕事で時間足りないし、これぐらい割のいいバイトじゃないときついんだが、こんなのもし学校の奴らに見られたら。わお、こりゃびっくり。会長だ。薄井匠。終わった。最悪だ。確実に学校中に広まる。会長がメイドと分かって今まで通りに行くわけがない。これまで築いてきた信頼が。ちょっと休憩。店長、店長、何か得体の知れないものが。なになに、どうしたの。うわ、ミサちゃん大丈夫。もう仕事いいから早く上がりなさい。いえ、大丈夫です。お疲れ様でした。あ、普通になってる。なんだよ、何が望みだ。え、いや別に、確かめたかっただけ。本当にあのメイド会長だったんだな。なんでこんなバイトしてんの。店長、お先に失礼します。お疲れ様。場所を変えよう。お？いいから来い。ふーん、家庭の事情か。そんなに苦しいの。まあな。で、わざわざ隣町でメイド喫茶か。近場の力仕事でもいいんじゃないの。体力が持たなかったんだよ。会長として成績落とすわけにもいかないし、両立できなかった。へえ、大変だな。ああ、じゃあ男嫌いなのに男だらけの成果に入ったのも学費が安いからか。まあな。何考えてんのか分かんねえやつだな。へえ、ご愁傷様。これ式のことで今まで築いてきた信頼を失ってたまるか。これ式のことで。
あれから3日経つな。で、メイドのさ、メイド、メイドの土産にじいちゃんが女子高生とプリクラ撮りたいっつうから、うん、なんだ、メイドの土産か。おう、そういえばこの間のメイド、メイド、メイドイン栃木の T シャツがサイズ合わなくてさ。あ、メイドイン栃木か。なんすか。いかんいかん、メイドという言葉に過剰に反応してしまう。しかし、未だに誰にもバレてないなんておかしいな。あいつ、あれをネタに譲る気か。それとも同情か。尺だが、それが一番助かる。美咲、お、さくら、しずこ、なんか疲れてる？ごめん、ちょっと考え事してた。美咲さん、気苦労の多いところ悪いんですけど、ちょっと頼みたいことがあるんだ。これはサンドバッグだな、ボクシング部の。なんか怖くて、これが邪魔で稼働部に行けないんです。後でボクシング部にきつく言っとくよ。とりあえずこれ移動させないとな。ちょっと下がってて。でもこれ臭いし、すごい重くて。任せとけって。これだ、ボクシング部。お前ら、これとっとと片付けろ。いやさすが美咲、すごすぎ。大したことないよ、人一人投げるより軽いし。ありがとう、大好き。お礼に、どうぞ。ありがとな。あれ、こっち見てるのうすいくん？な、何見てんだよ！ぷ、ぷってどういう意味だ？わからん。やっぱかっこいいわ、うすいくん。は？中学まで少林寺拳法やってたらしくて、すっごい強いって噂だし、男子の間でも一目置かれている上に、頭のレベルも常に上位。ペラペラ。加えてあのルックス、無才男ばっかな我が校の希望の光。でもモテすぎたせいで、もう女に興味ないんだって。けえ。それでも彼への告白って途絶えてないですよね。そこまで人気だったとは、女の気持ちがわからん。そうか、興味ないからメイドのこともどうでもいいって思ってんのかな。ってなんで来てんだ正面から。みっけ。冷やかしか、根性試しか、挑戦か、挑戦だな。なんだこの野郎、上等じゃねえか。覚悟しろ。お帰りなさいませ、ご主人様。屈辱だ。お待たせいたしました。じーねえねえ、あの人彼氏かなんか。みさちゃんのことをずっと見てるんだけど。違います。精神的に追い詰めて楽しんでるよな、あいつ。コーヒー一杯で1時間も居座りやがって。はあ、最近疲れてるな。なんかだる。あれ、薄井さん残ってたんすか。なあ竹澤、お前会長と同じ中学なんだよな。あ、はい。会長って昔からあんななの？いや、昔からっつうか、確か中二の頃からあんな感じかな。なんか家でゴタゴタがあったみたいで、それ以来なんとなく。って薄井さんが珍しく女の話なんか。しかも会長だし。また来てる。は
あいつ逆に注目されまくってんの分かんないのか。やっぱりミサちゃんのこと気にしてる。え、心配そうな目がいじらしいわ。は、心配。あいつは面白がって見てるだけだ。心配なんて。あ、ミサキ、すごいよ、校内模試の結果2位だって。2位？僕6位だ。1位は誰だ。薄井匠です。ふざけるな。あれ、不満なんですね。どうせ余裕のない私を笑って楽しんでるんだろう。なんか見下されてる気分だ。おい、なんだそのいかがわしい本は。漫画雑誌だよ。ちょっとグラビアがあるくらいでいかがわしいのかよ。ボッシュ。あ、なんでだよ。大地、俺らは禁止されてんのになんで女はいいんだよ。厳しすぎて男女平等と思えないんだけど。男に規制すんならさ、女にも厳しくしろよな。わかった、雑誌の内容を調べた上で検討する。あからさまに学校に不適切な内容のものは禁止。読みたい雑誌をできるだけ教えてくれ。男女共にだ。でも結構な量になるよ。美咲ただでさえ忙しそうなのに。構わん、会長としてこれくらいはしないとな。会長。あ、あの、その先月分の会計がうまく合わなくてですね。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。てめえ、金勘定だけはしっかりやれっつったろうが。もういい、私がやる。なんか忙しいな。会長って実は M？ なんでお前がいいんだよ。自分追い込むの好きそうだから。ああ、S でもあるか。はあ？もうちょっと肩の力を抜いた方がいいと思うけど、なんか会長見てると。やば、危なっかしいんだよね。寄るな！お前なんかの力は借りない。あ、そう。疲れてる暇なんかないのに。会計もやっぱ合わないし、雑誌も早く決めなきゃなんないし、勉強も今よりもっと時間が必要だ。もうちょっと肩の力を抜いた方がいいと思うけど。お前なんかの力は借りない。なんか全部中途半端だな。気分悪い。あれ、会長じゃね。ああ、会長だ。マジかよ、メイド。超ウケる。おい、みんな呼ぼうぜ。耳がさ、超痛いんだけど。やめろ。最悪だ。あ、逃げる気か。いいのかよ会長、学校じゃ散々男をいたぶってんのに実はメイドでした。話せ。それならちゃんとご奉仕してくれねえとな。はい、取るよ。ご主人様とか言ってみろよ。メイドだったら言えよ。力が入らない。つーか会長も女だったんだな。こういう格好すればそれなりに。って可愛いからって触りすぎ。うすい。大丈夫か。はい。ごめん。いいよ、ゆっくり休んで。あ、美咲、びっくりしたわ。店長さんから連絡もらって。ごめん。はい、
今日はゆっくり寝てなさい。一日休んだら頭がすっきりした。あいつら会長がメイドだってこと誰にも言ってないよ。そうか、覚悟してきたんだがな。あいつらに何かしたのか。別に、俺の密かな楽しみだからあんま言いふらさないでほしいなとは言ったけど。やっぱ楽しんでるのか。だってきっと心配だって言ったら怒るでしょ。まあ俺は別に学校にバレてもいいと思うけどね。バイト自体は許可されてるんだし、メイドの服着てるからって、会長が強いことも頭がいいことも努力を惜しまない性格なのも全部変わらないんだから、胸を張っていいと思うぜ。昨日一日中なぜ薄井がこれほどムカつくやつなのか考えていたんだわ。俺今すごいいいこと言ってなかった？お前は私が必死になって走っているのに、私の遥か前を余裕で走っていたりするんだ。そうして私の前を後ろ走りしながらたまに声をかけてくる。私は負けん気が強いから、それがすごく悔しくてムカつくんだけど、今回はお前が前を走ってたから助かったんだよな。見てろよ、すぐ薄井を追い越して今度は私がお前の心配をしてやる。あ、そうだ、マフラーは悪かったな。他にもいろいろと。菓子を作るのは嫌だから礼をしたいんだが思いつかなくても、何か考えておいてくれ。じゃあ、お、何かあるか。一日だけ俺だけのメイドになって。はあ？ケチだな。黙れ変態。つうかお前、女に興味なかったんじゃないのか。はあ、面白い。こんなやつを相手にしている場合じゃなかった。私は生徒会長として学園祭の準備で忙しかったのだ。あれ、会長？もっと女子生徒を増やさないと私が生徒会長になった意味がない。猫耳でって何？まずは学園祭のテーマだな。ズバリ新生聖火高校。よし決まり、私がこの学校を変えてみせる。よっ会長。この番組はジェネオンユニバーサルエンターテイメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。